箱根の山、田中秀光、朝のうすら日が赤々と箱根街道を照らしていた。二重回しを着た六尺豊かな親父の私は、今年六つになる三尺にも足りぬ息子一郎の手を引いて、下柱の立ったその街道に出て行った。昭和十八年十二月三十日、私は歳末の一両日の休みを利用して、その前日から箱根湯本のある温泉宿に泊まっていた。 その前日は一郎を連れ、湯本から登山電車に乗ってゴーラまで登り、ゴーラからケーブルカーに乗って総雲山、総雲山からバスで大涌谷を通って小尻へ。小尻の一前飯屋で水筒を2杯ずつ食べ、みかんを仕入れて、モーターボートに乗ったところ、付近の国民学校の1年生たちが汚い顔を元気よく輝かせ。 国民服の少年のような先生の説明に興奮している様子が可憐であったから、これにみかんをあらかた使ってしまい、元箱根に着き、そこで昼定食を食ってから、箱根権限を見物し、バスで湯元に帰ってきた。翌日の30日は朝からいかんしようかとプランを立てるまでもなく、山に登ることに決めていた。というのは、その前日。 登山電車の窓から一郎が初めて自分の肉眼で眺める山というものの僧侶に目を輝かし、お父さん、あのお山に登ろうね、と絶えず繰り返していたからだ。現在、電車で山に登りつつあるのだ、と教えても、ケーブルカーに乗った檻ですら、山に登っているのだとは了解しきれぬ幼い頭では、キラリ完全に鋼色にさえ帰った足の子を眺めても、 やあ、海、海、と手を叩き、いかに親父が海と湖と異なるかを解いても、新物の海さえ知らぬ一郎は心から納得顔にならなかった。それでその翌日は自分の足で山を登らせてやろうと前日から計画し、はじめはその辺の山にちょっと、登ってすぐ宿に帰る気であったが、ぶらりと旧街道に立ち出てみると、今度は私自身が、 その東海道五十三次の中、南路を伝えられた箱根八里の山地をいくらかでも歩いてみたくなった。そこで子供を振り返って、おいこれから山に登ろうか。うん、登ろう、登ろう。とっても高い山だぞ。一郎に登れるかな。大丈夫、登れるよう。よし登れるか、きっと登れるね、としつこく繰り返すのは、 私も二重回しに下駄吐きで足に自信がなかったし、六つの一郎の幼い足に不安があったからだが。しかし、生まれてから朝鮮、形状のそそむんというゴミゴミした町に育ち、東京に来てやっと一年、それも世田谷の北沢という、ありきたりの郊外の町から一歩も出たことがない子供だから、この機会に日本の山の美しさを満喫させてやりたい気持ちも強かった。 それに万五歳になった子供自身も、ようやく見るもの聞くものに不思議を感じ、宇宙の大に驚くだけの資格のできてきた年頃とて、前日も登山電車の眼前に展開してくる、青緑の山々に大きな火のきらめきと雲の影が刻々に移動し、または遥かな山頂の暖かそうなクリームイエローの照り輝きを見ては、いやあ綺麗だ、と惨憺の声を惜しまなかった。 その脅威の念をもう一度味わわせてやりたく、旧街道を踏破させてみるつもりだったが、無論頂上まで登る気持ちはなく、時計を見ると未だ十時。一時間ばかり登ってどこかで昼飯を食い、またブラブラ帰ってこようというすこぶるのんきな両軒で、子供の手を引き、松並木の中を、さて、箱根の山を目指して登っていった。 実は親父の私にも箱根の山には幼い頃の思い出がある。死んだ父と母との間に門着があり、出るの引くのと騒ぎがあったが、その和解のできた翌日、一家をあげて箱根の塔の沢に遊びに行った。私はちょうど、一郎と同じ年頃、今でも覚えているのは、夜、人の寝静まった頃、一人、小便に起きて、 便所の窓から眺めた真っ黒な山々の巨大な輪郭の思い出だ。自然がそんなにも恐ろしい静けさを持っているのにびっくりした。山々の上には星が同じような静けさで光り、私は体の凍るような一種の恐怖を感じた。しかし今、一郎が感じているのは山への恐怖ではない。むしろ、日のさんさんと輝く黄色い山への幼い憧れであり、 狂気だった。彼が成長の後、自然科学へ赴くか、人文科学へ赴くか、いずれの方面に向かうにせよ、彼にとって大切な思い出になると思えば、私は甚だ嬉しい勇み立った気持ちだった。前日、小尻や元箱根で食べ物にありついているし、その日もどこかで大養食ぐらいはありつけるだろうと、相変わらずのんびりした両肩で、子供の手を引き、 箱根街道を登っていった。はじめに目につくのは、広重や北斎の書いたような樹齢数百年と思われる松の古木が、点々と巨流のわだかまる格好で、蒼空にそびえている風景だった。しかしその松もすぐまだらになり、松の間には金持ちの別荘らしい洋風の庭や、半昌反応らしい土地のもののわらぶき屋が雑然と続いているだけで、 山らしい風情も何もなかったから、その道にすぐ飽き飽きしたらしい、一郎が。お父さん、山に登ろうよ。お山に登るんだね。今からして歩いている道もお山なんだよ。違うよ、お山じゃない、道じゃないか。だからさ、そのお山のお腹についている道なんだよ。ほら、あれをご覧。私は二重回しの袖を上げ、体をかがめ。 一郎の目の前に拳を置き、指を伸ばし、その指先を眺めるようにと教えた。指の先には双子山の剣法が、半身に明るい日光をいっぱいに受け、夢で見るような黄色さだった。この道を歩いて行くとあのお山のてっぺんに出るのだよ。一郎に歩けるかしら。そうね、あのお山に登るの。うん、そうだとも。だけれど登れるかな。登れるよ。 きっとだね、うん。はじめのうちはそのくらいで山に関する対話も蹴りがつき、親子はぶらぶら歩き出した。まだらな松並木の次には、いずれ名のあるに違いない宿場があり、家がごちゃごちゃ並んでいたが、そこを通り抜けるまでの間に、私はやたらな好奇心から、あるいは蘇我堂を訪れ、または初花いざり勝五郎の由緒の寺の境内にも、下時計の出入を。 そら下を見て、下を見て、とか一郎の手を抜けるように引っ張って、そんな風に得るところもなく方々に寄り道したから、一郎はようやく歩くのに飽きてきたらしく、その宿場の端くれ頃からしきりに。お父さん、お山まだ。うん、だんだん。だけれど一郎、本当は俺たちがこうして歩いているのも山なのだよ。ほらご覧、道はだんだん高くなっているだろう。 だからお山じゃないか。だって坂じゃないの。お家だってたくさんあるし、町じゃないの。違うよ。違うよ、と私は説明しきれないもどかしさにイライラしたが、ひょいと目を上げれば、宿場はすでに出て、万山の常緑が目に明るい。ほら、もうお家がないだろう。気にくさばっかりだろう。だからお山じゃないか。ああほんとだ。 一郎は素直に感動して叫んだ。過ぎてきた方を覗けば前も左右も、山また山、すぐ前には右に雑木林を通して谷底に早川の流れが光って、戦艦と響き、左は頂上の見えぬほど樹木が密生して、その間に笹の葉が鮮やかに青い。前面には緩やかに蛇行した白い街道が淡々と続き、遥かな水卵のけぶるような輝き、 近くの山頂の黄金の帽子をかぶったまばゆさ。一郎の素朴な簡単とともに、私にも新しくよみがえった感動があり、思わず口を開いて大声に歌うというよりどなった歌が。箱根の山は、天下の剣、韓国観も物ならず、それからしばらく考えていて、うろうぼえに。先人の谷、万丈の崖、とやったが、あとはまるで出てこない。 仕方なしに、もうデタラメで。前にソビエ知り合に臨む、一夫間に当たれば、バンプも通さず、かくこそありけめ王子の部夫とやったが、不死も文句もデタラメで、わずかに自信のあるのは前の三区に過ぎない。それでも、聞き手が子供と山だけなのをいいことにして、繰り返し。箱根の山は天下の剣、韓国間も物ならず、と怒鳴ったが、 それでも私には十分な感動があった。後でちゃんとしたこの歌詞を調べてみたら。箱根の山は、天下の剣、韓国観も物ならず、万丈の山、先人の谷、前にそびえ知りえに誘う。雲は山をめぐり、霧は谷を閉ざす、昼な奥らきすぎの並木、幼鳥の小道は苔滑らか、一歩間に当たるやバンプも開くなし、 天下に旅する豪気の物の符、大東腰に足だがけ、八里の岩根踏み泣かす、かくこそありしか王子の部譜、という長すぎる歌で。文句はもう古臭い感じだが、この歌につき的を一首、精神な感じは、この作曲が、奇才滝連太郎によってなされたからだろうと思う。この歌なり工場の月なりが、いつもその後の流行り歌などより、 ちょっとした精神な味を持ち続けているのは、奇祭と盆栽との一寸の差を語るものだと思う。その一寸の差が、天才は常に新しい、と言われるゆえんでもあろうか。それにしても、私は幼い子供の手を引き、冬の日の暖かく降り注ぐ箱根街道を歩きながら、箱根の山は天下の剣、おバカの一つ覚えのように繰り返して歌っていれば、 前後左右から頭を押せられるような高い峰ミ々ネミネの輝きに、自分を豆粒のように感じられるにもかかわらず、自然を征服したと人間がうぬぼれた時の、あの愚かな感動が巻き上がってくるのだった。そこで馬鹿な親父は子供にこの感動を伝えてやりたいと思い。おい一郎、お父さん、この歌を教えてやろうか。 うん、と子供は親父の下手くそな歌にあまり興味のないらしい生返事をすると、それよりも道端の雑草に心を惹かれるらしく、私の手を振り切って、道端にしゃがみ、とても珍重すべきものに見えるらしい。黄色い金峰毛やら、枯れすすきの穂先をむしってくる。私も幼い頃にはそうであったのに違いないが、子供の落ち着きのないのに腹を立て。こら一郎。 そんなにキョロキョロしていたら、とてもあのお山の上まで行かれやしないよ。男は一つのことに目標を立てたら、はためを振らずに突進するんだ。今からそんな道草を食っていたら、くたびれてしまって、とてもお山の上まで登れやしないよ。これが一番大切なことだとばかり、邪剣にその手をぐいぐい引っ張る。一郎はむしった花を大切そうに右手に持ち、素直に。 うん、とついてくるから、私はまた上機嫌で。ほら、じゃあ一緒に歌うんだよ、と音痴の大声で。箱根の山は天下の剣、一郎には文句が難しいと見え、舌を持つらしい。箱根の山は圓下の剣。圓下じゃない、天下、つまり世界でも険しい山だというのだよ。わかった。うん、私の説明も怪しく、一郎の返事も、から返事だ。 じゃあ、ほら韓国間もものならず、韓国艦も胸ならず。なんだ一郎、それじゃあ、何を言っているのかわからないじゃないか。韓国艦といえばね、ナにある険しい山のお赤所のことだよ。そう説明しながら、私は北シナに出征当時、皇軍の疲労の底にあって、この目で見た韓国間の剣を彷彿と思い浮かべていた。 それこそ下を見れば目の回るような暗い先人の谷底に、上流で川幅一里に余る大光河が、ここではわずか三尺の幅にしか見えないほどの狭さで、うなりながら光りながら、一瞬の青をひらりと飛ばし、風のように流れている凄まじさで。それに比べれば、ここ箱根の剣なぞ、箱庭と神仏の違いだと思えたが、それにしても箱根には箱根で明るい可憐な日本の美しさがある。 その美しさにふさわしいこの歌をぜひ、一郎に覚えさせねばならぬと。箱根の山は天下の剣、韓国館もものならず。箱根の山は演歌の剣、韓国館もものならず、と親子二人、歌いわめきながら、人一人通らぬ箱根山を歩いていった。多分、まだ遠野沢なのだろう。眼下にお菓子のように綺麗な家が、早川の真っ白な水末とともに目に鮮やかだ。 水枯れの橋を渡り、観音坂と縦札の立った杉並木の坂を登る。あまり変化のない山道に一郎は飽きてしまったらしい。箱根の山は、お二人とも歌わなくなると。ねえ、お父さん、お山に登ろうよ、と早川を越えて、向こう側の日に輝く、見るからに暖かそうな山々を指さす。ここもお山なんだよ。あの山だって向こうに行ってみれば、 これと同じような道のある山なんだよ、こう言い聞かせても一郎にはさっぱりわからない。ただもう首を振って、いやいや、お山に登るの、の一点張りだ。馬鹿な親父はそのうち本気に腹を立て、おい、それじゃあここから登れ、と幼子の襟首をつかみ上げるようにしながら、一郎を左手の見上げるばかりの切り立った山の下へ連れて行った。 う登るよ、大人なら焼けで登るとも思えるが、子供は本当に、彼の概念で山と思うものに、自分の足で登ってみたいらしく、オーバーの背中を丸め、小さい両手を前に出し、よちよち熊笹と茨の傾斜面に足を進めた。その格好を見ていると、もう微笑が浮かんでくるほどのたわいなさで、私はそれを眺めていた。笹を掴んで二足、三足、登る。 するともう赤土が落ちてきて子供の靴を埋め、子供は土と共に下に落ちる。私はまたそれを微笑んで眺めている。どうせ登れないのはわかっている。しかし何べんそれを繰り返すだろうか。何時、7日を7度繰り返せよ。2度、3度、子供はますますいの背になり、かじかんで赤く腫れた手のひらをふうふう吹きながら、竹の根を掴んで、よちよちと登っては滑り落ちる。 靴も泥まみれになり、手も汚れた。しかし子供は自分でいよいよ登れないと見極めがつくまでは登るのをやめないし、私もそれを目念と眺めていた。四五回、繰り返し、一郎はやはり諦めた。どうしてこれが登れないのであろうと怪念な顔で眺めている。その時、私は初めて、あらん限りの声を張り上げて一括した。馬鹿、山に登れ。 登らんのか、その剣幕にも子供は平気な顔で不思議そうに親父を振り返り。だって登れないんだもの。バカ、お前はさっき山に登りたいと言ったろう。さあ登れ。さあ登れ。だって登れないんだもの、ポケットに手を突っ込み、山を見上げながら、子供の返事はいつまでも同じだ。私は悲しいような気持ちになり、優しい声を出し。ほーらご覧。 やっぱり登れないだろう。そのために昔の人たちが、とても苦心してこうして道をつけてくれたのだよ。一郎が山とは思えないほど楽にお山が登れるのも、僕たちのご先祖のおかげなのだよ。一郎にはまだわからないだろうけれど、世の中だって同じこと。だから、ご先祖様ありがとう、と言ってこの道も登らなけりゃダメ。うん、一郎は相変わらず、 素直に元気のいい返事だけして、また私に手を引かれて、箱根街道を登り始めた。観音坂の杉並木がどこまでも続いている。時計を見るともう11時過ぎ、だんだん腹も減ってきたし、周囲には人家もないし、もう回れ右をしようかと、親父の方が育児なく。一郎も湯元に帰ろうか、子供は赤いほっぺたを振り立てて。うーん。 お山に登るの。あのお山のてっぺんに行こうね、と陽光に輝く遥かの双子山の漢方を指さす。親父は少し顔負けして。遠いんだよ、とっても。一郎に歩けるかな。歩けるよ。行こうね。本当に行けるかい。きっとだよ。途中でもう歩けないなんて言ったってダメだよ。うん、歩けるよ。そうかい。きっとだね。じゃあ、指切りをしよう。 私は急に声を荒ら,らげ。いいかい、一郎は男だね、と彼の可愛い指に私の汚らしく大きな指を絡ませ、指切りをしながら。これで貴様が下手ばったら引っ張ったくぞ、と脅かしたのは乱暴のようだが、毎度のことで珍しくなく、一郎も慣れているから涼しい顔で。うん歩けるよ、と親父に劣らぬ乱暴な返事をする。よし行くぞ。 バカな親父は一郎の手を引っ張ってぐんぐん歩き出した。明るい山、暖かい道。早川にはもう別れたが、別の谷川らしい、爽やかな水星は相変わらず、右下になり続けている。一郎は絶えず周囲の自然が新鮮なものに見えるらしく、道端に落ちている笹の葉さえ、時々拾い上げてはじっと眺めいっている。おいおい。 そんな道草を食っていると、今にへたばってしまうから。兵隊さんは行軍の時、まっすぐに畳もせず口も利かず、ただ土の柔らかそうなところを選んで歩くんだよ。行軍ばかりじゃない、世の中のことなんでもそうなんだ。仮にも男が目標を選んだら、他に気を散らさないで、どこまでもどこまでもまっすぐに歩くんだ。 とバカな親父は自分にも言い聞かせるつもりで、やかましく言う。一郎はあっさり。うん、と答え、小さな体を前かがみにし、オーバーの裾をバタバタさせて、先に旗目も振らず歩いていくから、私はなんとも不憫な気になり、道端の小竹を適当な長さに折って。ほら、と渡してやった。ありがとう、とポケットに突っ込んでいた右手を出し、 はじめは喜んで杖にして歩いていたが、やがて飽きてしまったと見え。こんな小さな杖は嫌だ。もっとあんなに大きいの、と生意気なことを言い、路傍の杉林の杉を指さす。あんなの、とても一郎にモテやしないよ。モテるよ。きっとか、うん。よし、と私は少し腹を立て、キョロキョロ周囲を見回したが、あいにく、大きな丸太も転がっていないので。 よしよし、覚えていろよ。後できっと持たしてやるからな、と大人げもなく、含むように言い、一郎の手から竹の杖をひったくって投げ捨てると、小さな手をぐいと引っ立てるように歩き出した。湯本駅のペンキへの箱根地図を思い出してみれば、湯本茶屋はとっくに過ぎたはずゆえ、今右下に聞こえる水星は多分スク川の渓流に違いない。どんなに長い道でも歩き続けていれば、 いつか目標に近づいているはず。私たちはスクモ川という部落に出る前の路棒に、レディー初花のファーザーである周運新左衛門の屋敷跡と、英語で説明の書かれ、立ち伏された氷柱だけを見た。そしてつづら折りの山道を回っていけば、いつしか街道を挟んで、二三十軒の家がバラバラに立ち並んだ、寂しいスクモ川村に出た。経験の声も、 子供の姿もなく、ただ白い街道いっぱいに、冬の薄れびが赤々と照っていた。無論食べ物屋のあるはずがなく、私はこれはもうダメだと思った。幸い一郎はまだ腹が減ったと言い出さないが、言い出したらことだと、実は、親父自身が腹の皮のくっつきそうなのを我慢して、一郎の手を振り振り。箱根の山は天下の剣。箱根の山は圓下の剣。 親子二部合唱の大声で、部落を通り過ぎていくと、向こうから芝をいっぱいしょった馬場様が元気な足取りでやってくるのにぶつかった。私は、少なくとも夜道に明かりを見つけたくらいの気持ちになり。もしもし、この辺でどこか飯を食わせる家はないでしょうか。馬場様はびっくりした顔で私たち親子の姿をじろじろ見ていたが、とんでもないと言った顔で首を振り。 ここいらにゃあ、そんな家はねえよ。もう少し先にでも行ったらありますか。先に行ってもねえ。どこから来ただ。湯本からですよ。これからこの街道を登って元箱根に出たいのですが、途中に何か食べさせる家でもありませんか。さあね、先に行ってもダメだ。それにそんな小さな子供を連れて元箱根まで無理だよ。すこぶる冷たい口調だったから。 むっとして行き過ぎようとしたが、まるで前途の見通しがつかないので心細く。じゃあ、これから元箱根までずっと食べ物屋などないのでしょうか。そうともよ、ここからまた一里ほど行ったら畑宿いう小さな村があるが、ここと同じようなところだで何にもなかっぺ。それから双子山へ登るだから、そんな小さな子を連れては無理だ。もっとも甘酒茶屋まで行ったら、 何かあるかわからねえが。甘酒茶屋。おうよ、元箱根の手前で、まだ三里はあるら。あっけに取られている中、芝が重いのか、馬場様は籠を背負い直しさっさと行ってしまった。後に私が行くことも変えることも分別がつきかね、ぼんやりしていると、一郎の方はいまだお腹が空かないのか。行こうよ、と振り返り、 手を大きく振って、さっさと歩いていく。私はやはり全身だと、何か子供に教わった気になって、彼のそばまで追いついたが、よく前途の苦難を言い聞かせておかねばならぬと思い。こら一郎、もうあのお山の上に行くまで何にも食べれないがいいね。うん、いいよ、一郎はあっさり承知して歩いていく。きっとだよ、もし途中で腹が減ったなぞ言い出したら、 お父さん、本当にひっぱたくよ。バカな親父は少し逆上して、乱暴なことを向きになっていったが。うん、大丈夫よ。一郎はニコニコして大元気。私はまず胸をなでおろし、自分の空腹は仕方がないのでお首にも出さず、再び一郎の手を引くと、音痴な声を張り上げ。箱根の山は天下の剣。つくも川の部落も過ぎ、 両側はけぶるような水卵を仰ぐ美しい道だ。親父も子供もしばらくは無心、無言で足を運んでいたが、ふと右側の山を仰ぐと、渓谷の彼方、青色の崖が日の光を浴び、幼い黄色に膨らんだ弓なりの上に、一畳の滝がキラリと光り、すぐ弓なりの影に姿を消していた。その滝にはまるで姿をあらわに見られるのも恥ずかしいといった、 優しい風情があり、昔は神のように思ったこともある現実の女性にほとんど絶望している私には、帰ってその滝に女性の美に似たものが発見でき。ああ、これは美しいな、と何度も振り返りながら行き過ぎたが、後で地図を見たところが、この滝は、箱根霊剣記で知られた優しい女性、初花の名を取った初花の滝と言われる滝だった。 やがてスクモ川の渓流にかけられた石橋も渡り、女坂という何か伝説のありそうな胸をつく険しい坂も登った。歩いてきた方を眺めれば、小田原盆地が海を遠くから眺めたように青く煙っている。兵隊語で言えば、一郎もだんだん顎を出してきたらしい。もう道草を食わなくなり、箱根の山も歌わなくなった。箱根八里のうち、 湯本から元箱根まで約半分としても四里はある。四里の険しい山道を万五歳の幼児に歩かせるのは無理だろうか。無理でも何でも歩かせてやろう。人間がこうと目的を立てたことを中途で止めるくらいなら死んだ方がましだ。首になりても一年は達すべきなり、弱い馬鹿な親父は歯を食いしばり、その言葉を繰り返しては、 自分の希望への道を歩き続けている。それにこれからの嵐の時代を思えば、子供がどのような方向に進むにしろ、自分の信念さえ持てない弱い現代人になることのないように。それゆえ、今、子供を甘やかすことは当人にとってかえって不幸に違いない。その時の選挙区、社会、人の気持ち、いずれを考えても生優しいものではない。 生優しい心では生きていても仕方がない、と馬鹿な親父はがむしゃらに信じていて。たとえこのために扁平足になり、あるいは病気になっても、今弱い心を抱かすよりはマシだと、自分が末っ子の甘え棒であったために、随分余計に苦しんできたことを思い出しながら、真剣な一種悲壮な気持ちにさえなって、幼子のよちよちした足取りを睨んでいた。 どこまでも続く同じような杉山の間の広い曲がりくねった道。子供はまずその単調さに生んできたらしいが、それでも戦国の山登りに懲りて、もう釣つりとも山に登ろうとは言わない。ただ下を向き、毛糸の長ズボンを引きずるようにして歩いていたが、いきなりたまり身のように。ああ、お水が飲みたいな、とそれだけを言った。 いかにも深底からの吐息であったので、私はうろたえ、あたりをキョロキョロ見渡したところ、右手の山裾に沿って、一畳の窒管が下の部落にでも木を水を導くためか、長く続いていて。さらさら水の流れる音はしていたが、さてどこか漏れているところでもないかと探すのに、すぐ下と下の縫い目から、チロチロ水の漏れているのが見つかった。私は閉めたとそこに近づき、 手刀を取り、両手をその下に当てなうと。さあ、飲め、と一郎に呼びかけた。子供は自分も親父の手のひらを下から覆うように手のひらを持ってきながら、小すすめのように背伸びをし、つま先立ちで震える唇を親父の手のひらに押し付ける。手のちぎれそうに冷たい水だが、背中の肉のおののくほど、かすかに温かい肉感が、子供の生命の象徴のように、 生々しく親父の体に伝わってきた。くすぐったいな。早く飲めよ。その小言も上の空で一郎は鼻の頭まで私の手のひらに埋め、水をたらふく飲んだらしい。ああ、とと息混じりに持ち上げた顔が、喉まで水だらけなので、私は笑ってそれを汚い手筋で拭いてやり、今度は自分が呆れるほどたくさん、水を飲んだ。水もいっときばら、 少し元気が出てきたので、親子は手をつなぎ声を揃え。箱根の山は天下の剣、と歌いながら、再び山坂をくねくね登っていった。自分一人でも箱根の山を越えるのは容易でないのに、人を乗せた籠を一人で担いで、つま先登りに峠道を登って参ります。川端、すくも川、大曲り、西勝坂、象ヶ花、 かし坂と屏風を立てたようなところを登っていくと、細い道、下からスーッと冷たい風が吹いてくるので、武蔵ひょいと外を見ますと、自分の乗っているかごが数百弱もあろうと思われる谷の方に出ています。これはいつか講談で聞いた、宮本武蔵と関口弥太郎の箱根山中顔合わせの場面の口真似だが、この講談に限らず、 木網のこの間の笛という独夫の芝居などでも、箱根山はいつも狼が出てくるものすごい新山にされていて。とても二重回しに下駄を突っかけた親父に、長い街灯を引きずった満五歳の子供が、昼飯抜きで歩ける道とは思えないが、とあれ一郎は、口を結んだまままだ黙って歩いている。ただ下を向いたきりになり、時々ため息を吐くのは体力の下手張りよりも、 道の単調さに産んだゆえと思ったから、ああ、とてもいい景色だよ、とか、ほーら、深い谷でしょう、とか気分を転換させるようにして、手を引っ張り、どんどん登っていった。それでもさすがにようやく旗塾というやはり寂しい部落にかかり、双子山の青い山頂を見上げるようにして、完全に仰いだ時には、これは大変だという実感があったのだろう。お父さん。 まだなかなかね、と泣きそうな鼻声を出した。ここで弱気を見せてはならぬと思ったから、途端にいたけだかになり。こら、一郎、あのお山のてっぺんまで登るのよ。途中でそんな弱虫を言うとお父さん承知しないから。まだまだ半分も来て癒しない。これからだ、と大喝したところ、私の血相の変わった様子に、一郎はぎくんとしたらしい。 私の手を離し、鼻の頭を膨らました真剣な表情になって、せっせと道を急ぎ出した。その丸い猫背の小さな後ろ姿を私は愛しいものに思いながらも、後ろから腹の減ったのも我慢した馬鹿でかい声で、箱根の山は天下の剣、とおめきながら、わざと胸を張って歩いていった。ところが先に立った一郎はすぐに焦然として、歩みが遅くなり、 もう先ほどのように道端にしゃがんで金峰毛の花をむしったり、箸のたもとから背伸びしてすすきの方を折り、私に叱られて慌ててかけてくる元気もなく。ただうつむいてのろのろ小さな足を動かしているだけなのを見れば、私は何とかして元気をつけてやりたく。旗塾を出てしばらく行ったところで、路傍に五六本の太い丸太が積み重ねてあったから、急に前の竹杖の時の会話を思い出し、 執年深いたちも丸出しにして。こら一郎、お前さっき竹の杖は軽すぎてダメだと言ったろう。じゃったらこの丸太を杖にしてみ。ほら、持ってみろ、と強い真面目な表情を装って言ったが、言うそばから笑ってしまうので、一郎は馬鹿にして。お父さんが持ってくれたら持つよ、といささかこすい表情だった。こいつめと思ったが、腹は減っているし、 その丸太は私にもモテそうにもないほど太いものだったから、少し腹を立て。お父さんにはモテんだけれどお前は竹杖では軽すぎるというほどの豪傑だからモテるだろう。うーん、お父さんにもテんものなら、僕にもモテん一郎はあっさりそう言うと思考を踏むようにして山道を登っていく。これだけの会話でだいぶ元気を取り戻したようではあったが、 もはや、その様子をハラハラして見守りながら私は後からついていった。また杉林の道ばかりがどこまでも続き、勾配もだんだんきつくなるので、下駄吐きの私も正直なところ、だいぶへばってきていた。その中、前を行く一郎が変にガニ股になってきたと思ったら、もうこらえきれぬ様子で。お父さん、うんこ、とその場にしゃがんでしまった。よし、 よし、林の間の空き地に抱いて行き、慌てて用を足させてやりながら、はるかに僧帽と相模灘の霞んだ風景を、夢の中でのような思いで眺めながら、私も幾度かの野草の爽やかな経験を思い浮かべていた。どうも弁の具合では疲労のあまり、模様したらしい柔らかさだったが、ここで甘い言葉をかけてはならぬと、また手を引いて単調な杉林の道を登って行った。 30度ほどの勾配の道が5、6軒続くと、40度ばかりの角度でくるりくるりと左右に折れる。そうした同じ道の繰り返しに私もほとほと飽きかけた頃、ふと右側のまばらな杉林の中に、一条の小道があり、それが上の街道へ繋がっているのを発見した。これは閉めたと、私は一郎の手を引いて、その薄暗い杉林の中の近道に入っていったが、 ムッとする草の匂い、土の香り、ライライたる石を踏み、湿潤の泥を踏んでいけば、一郎にはこれこそ本当の山という歓喜が胸を突き上げてきたらしく。お父さん、お山だね、これが本当のお山だね。先ほどまでの山道では人工的で、広すぎて、どうしても感覚的なものを通じてよく物の,の本質を見抜く幼児の心には、本物の山とは思えなかったのだろう。 今初めて原始的な三期に触れ、その野生の呼び声を感じている。疲れも忘れた、寒気の幼い目を見ては、私も。そうだ、これがお山だよ、と単純に肯定するより他はなかった。それから一郎は、打って変わった元気さで、その地下道を通り過ぎたが、さあ、それからは地下道が病みつきになり。お山に登るんだ、お山に登るんだ。 とばかり近道を見つけると喜びいさんで、やぶそうも構わずかき分けては潜り込んでいく。はじめのうちこそ、バカな親父も大きな胴体を一緒にその中に突っ込んで、茨に書か,かれたり、滑ったり、傷だらけ泥だらけになったりしていたが、そのうち私はうんざりしてくるとともに、一郎が勢力を浪費するのも気になって、再び道を行くなら大道でなければならぬ。 と自分にも言い聞かせ、一郎の近道を許さぬ方針にしたところが、そうすると目に見えて一郎は弱ってきた。いかにも疲れ切った様子で、しょんぼり後ろからうつむいてのこのこついてきたり、時々、辛そうに道にしゃがみ込んでしまう。そのたびに、大声叱ったして、歩かせるが、道のりの見当が未だつかないし、どこで飯にありつけるかもわからない。 それでも双子山は大方頂上近く登ってきていたから、一つ元気をつけてやろうと。一郎、一郎、来てごらん、とっても高いよう。とそばにやってきた一郎の体を、街道の左手の石垣の上に抱き上げ、眼下のスクモ川の渓谷を俯瞰させてやった。渓流に沿った狭い盆地に、青い色紙の大きさにしか見えぬ田畑、マッチの軸のような電柱。 おもちゃのような変圧と銀の雲の糸に似た電線がかすかに光り、その下にはスクモ川の渓流が無言のまま激しい水末を上げて一数ほどの川幅で流れている。あ、ほんと、すごいね。一郎はしばらく驚いた顔で眺めていたが、吹きまくる烈風にすぐ顔が青ざめ、唇も紫色に変わっていった。いっそ、そのまま抱いていってやりたい気持ちもしたが、 百里を行く者は九十九里を持って半ばとするのだと、最初の計画を遂行するのに、もう編集じみた気持ちにさえなっていて。さあ行こう、一郎、もう時期だよ。こう促して抱き下ろし、次第に重く感じられる子供の手を引っ張りながら歩き出した。すでに時計を見れば二時を回っていて、少ない宿屋の朝飯を食べたきりで、三里ほどの山道を歩き、 イノフは嘔吐とを感じるほどの空腹だったし、足の裏と膝頭がほてってきて、少し休むと動かすのも痛いほどなので、一郎の疲労のほども思いやられたが、心の弱い馬鹿な親父はゼガヒでも歩き通させてやるのだと、一種の快感さえ感じていた。山頂に近づくに従って、烈風が前山を揺るがす勢いで全身に吹きつけ、 私の二重回しも一郎のオーバーも吹きまくり、子供はたじろぎながら顔をしかめて歩いていた。道端の巨匠の曲がりくねった枝に、大きな鷲に似た会長が一は、羽毛を風にあおられて止まっていたが、私たちの姿の近づくのを見ると、すさまじく羽を鳴らして飛び去り、いかにも新山らしいものすごい風景だったが、一郎は未だ悲しそうな鼻声で。お父さん、 お山に登りたいな、お山に。一郎の山に登りたいというのは、やはりガサソと道のない道をかき分けて、薮や,や茨の中をよじ登っていきたいのに違いなかった。人間の体力は容易に参るものではない。その前にまず精神力が参ることを知っている私としては、その一郎の願い通りにはしてやりたかった。しかし、 下駄履き、二重回しの不自由な身支度にでかい胴体の親父はさっきから一郎のいわゆるお山登りで手足の露出した部分は傷だらけおまけに旅の中にも泥がいっぱいに詰まり二度とお山登りを繰り返す気はしないそこで今度また近道があったらねとだましだましたとえ近道らしいものがあってもこの道を登ればとんでもないところに行ってしまうと脅したりして しばらくはまた右に折れ左に曲がる街道を登り続けていったが、一郎がもう我慢できないように。お父さん、お山ままだ、と繰り返し、果ては。僕もう嫌だ、謎、道に縁故してしまうのであまり騙すのも不憫になり、とうとう、もう二曲がりか三曲がりで山頂に出られそうな道の角で、ものすごくやぶ、茨に覆われた急斜面の小道を発見すると。一郎、 こんな近道でも登ってみるかい。うん、勇み立った返事だった。見下ろせば、その斜面は少し下から、いきなり段が胃になり、赤い地肌を見せて谷底まで続いていた。もし落ちれば命がないと、一人で登らせるのは不安だったが、獅子は三日にしてその子を谷底に落とす、謎むちゃくちゃに興奮して。じゃあね、お父さんはこの広い道を行って、 先に上で待っているから、一郎一人で登って来られるかい。うん。一郎は張り切った返事で、小さな体を丸め、亀の子のように小さな手足をよちよちさせ、もう矢部の中をガサこそ這い登り始めた。もし一足でも踏み外したら、谷底まで真っ逆さまだと、胸の凍るような不安もあったが、その不安よりもむやみに子供を鍛えたい気持ちの方が強く。 こら、一郎、しっかり登れよ。木の根をつかみつかみ登って、決して手を離すんじゃないよ、と大声に叫びかけ、子供が。うん、とこっくりしながら、すぐに一軒ほど登ってしまったのを見ると、いくらか安心して、自分は広い街道を急いで駆け登り、左に折れ、一郎が出てきそうな小道の前で、またいくらか心配になりながら待っていた。三分、五分、 一郎の姿は少しも現れない。一郎、一郎、声を上げて呼んでも返事がないので急にひどく不安になり、ガサこそやぶをかき分け、茨で頬を引き裂かれるのも気づかぬ気持ちで降りていくと、やがてかなり下の方に、一郎の笹にでも捕まっているらしい小さな姿が見えた。一郎、おい一郎、一郎はその声に顔を上げ、 やぶごしに私の姿が見えたらしく、急にワーンと声を上げて泣き出したから、バカな親父で、私も一度に目頭がうるんだが、地球証明、と思い、怖い声で。こら、一郎、自分一人で上まで登れよ。お父さんは迎えに行ってやらないぞ。貴様がもし登れなければ、夜になっても上で待っていてやるから、こう怒鳴りつけると、胸をドキドキさせながら、 さっさと上の街道に登ってきてしまい、ひたすら、一郎の鳴き声に耳を澄ましていた。鳴き声は闇、5分、10分、ついにガサガサ言う音が近くなり大きくなったと思ったら、間近の茨の茂みから、地面を張った一郎の顔が、思い詰めた怯えた子犬の表情でひょいと出てきた。帽子もない、靴もない、靴下と膝頭を泥だらけにし、頬と手から血を流し、 丸い目を見張っていたが、私の顔が目に入るなり、無言でボロボロ大粒の涙をこぼし始めた。さあ来い、よく登ってきたぞ。偉い、泣くやつがあるか。バカ泣くな、と叱りながら、自分の弱さを子供に持たせたくない一途の気持ちで、少し狂気じみて咲いたバカな親父は、急に熱いものを目に溢れさせていた。そこで一郎を休ませ、 今度は私が藪の中に潜り込み、パッツ、あちち、といばらで書か,かれながらも這いずり回って、ようやく靴と帽子を探し拾ってきてやると、一郎の泥を払い、血を口で舐めてやったりしてから、靴を履かせ、帽子をかぶらせ急にへたばった自分の心身を励まし、さらに重くなった子供の手を引いて、再び歩き出した。すぐそこから間もなく、双子山の官房を右手に見て、 平らな高原の中の一本道になった。名も知らぬたくさんの高山植物が、左右にどこまでも生えそろっている草原の中を、何か妙に心細い気持ちで歩いていくと、右側に、親鸞が入るから帰るとここでし、法年の符を聞いたという地点に、その時、き親鸞の読んだ歌を記した記念碑が立っていた。その高原も過ぎ、 両側に葉を振るい落とした桜の並木が続いている道を、しばらく歩き続けていく中、一郎はもうどうにも我慢ができなくなってしまったらしい。お父さん、と私の顔を見上げるや、自然にヘタヘタと地面に座ってしまった。バカ大声で怒鳴り、私は夢中で柔らかい子供のほっぺたを思い切り、殴りつけた。こら、歩け、歩かないか。 歩かなければ置いていくぞ。私が後ろ髪を引かれるように思いながらも、向きになって一丁ばかり歩き、怖ごうは振り返ってみると、十軒ばかり後ろから、子供が泣かないで青い顔のまま、ひょろひょろついてくるのが、とても小さく可憐に目に焼きついた。私はもう自分の疲労も、空腹も、維持も、意気込みも、一種の狂気も忘れ、 いきなり走り戻ると一郎の前に背中を向けてやり、ぐんなり崩れ、しっかり両手でまとわりついたその小さい体を無言のまま背負い上げてやった。それだけで親子の間には気持ちの流れ通うものがあった。私は四巻ばかりの子供の肉の重みを自分の肉よりも親しい大切なものに感じながら、目頭を熱くさせ飛ぶように道を急いだ。 そしてすすきの両側に茂った道を、また、嫌になるほど歩いた挙句やっと右側の路棒に一軒の汚い茶屋を見つけ出した。それが神崎汚う官人袋で知られた甘酒茶屋であるよし、店先のすすけた木札の説明で読み、やっと食べ物にありつけるかもしれないと、胸を踊らせ、汚れたガラス戸をがらりと開ければ。奥の一室に三四人の甲府のような男たちが、 上がり込んで、山目の煮付けか何かを皿に盛り上げ、コップ酒を飲んでいたが、子供を背負った私の方には、おかしな野郎だというような一別を投げただけだった。それでも私が奥に声をかけていると、ようやく炊事場ののれんから中年の女の人がひょっこり顔を覗かしたが、不愛想に手を振って、今日は休みだよ、とそれだけ言ったと思ったら、もう顔を引っ込めてしまった。 本当にがっかりして、恨めしいような記載したが、もともとこちらがそんな時代に無鉄砲に遠道を歩いてきたのが悪いのだから仕方がない。あっさり諦めて一郎を肩に、しょんぼり街道に立ち入れ、思わず二人の共通の不幸を悲しむように聞いてしまった。一郎、お腹が減ったろう。うん、とってもだよ、それでも追われているので、未だ元気のいい返事だった。 日頃、大食いの親父は息子の重みを背中に感じ、ひょろひょろしながらも、その重みを歩く針にして、それから未だ一里もあったかい道を、もう風景に対する感動もないまでに疲れ切って歩いていった。すでに時計は3時を回っていて、冬の箱根山は薄青い黄昏のような空気だった。方向さえ間違えずに歩いていればどんなに道は困難でも、 長くても、いつかは目的地に出るに違いないというのが、愚かな私の信仰だが、愚かなくせに近道をしようと思う、ずるい考えに罰せられて、私は中途から近道のつもりで、渓流の枯れた後の未知ならぬ過小に迷い込んでしまった。それでも、渓流である以上は、多分、足の子から流れているのに違いないと思い、やたらに玉石ばかりゴロゴロしていて、 足の裏が痛くなるし、転びそうになる道を、一郎を背につまずきながら、うんざりするほど進んでいくと。仮称は山陰に入るや、一面の残雪が凍っており、下駄ではどうしても歩けなくなり、冷たいというより痛いのを我慢して、旅を脱ぎ、戦速のまま、反響乱になって歩いて行ったが、今度は一郎が背中で眠り始めて、一変に重くもなれば、落ちそうで危うく。 おい、一郎、眠るなよ、と励ましながら、今度は私一人で、一時間余りの苦闘を続けた。そのような人生の危機に、私は今までに何度も出会ったし、これからも襲われるだろう。そのような時には気狂いじみたり、興奮したりしていては長く苦しみに耐えられるものではない。ただじっと我慢して、方向さえ正しく歩いていれば、必ず目的地に出られると思い。 おい、一郎、眠るなよ、我慢だ、我慢だ、こう自分にも言い聞かせながら、歩いていると、道が思いがけぬ瞬間、いきなり下りになって、枯れすすきの間から、不意に猛烈な風がさっと吹きつけてきた。遥か下方きらりとさえ帰った壁色の鏡がある。足の子だ。静かな湖を包む青い山々の日だ。その手前に一群れの人家は、 目的の元箱根の街に違いない。そこまで降りれば前日も昼の定食があったくらいだから、何か食べ物もあるだろうし、帰りのバスもある。私は一つの苦難を乗り越えてきた後の嬉しさに、感動して眺めていれば、再び目に見える自然は生々と美しく見え出してきた。湖の方向から、屋庭に続けざまに吹きつけてくる凛劣な風。 湖面には一杯の白波が寒いほど目に鮮やかに映り出してきた。一郎、ご覧よ、湖だ。や、ほんとだ。一郎は眠気が覚めたらしく、幼い体を伸び上がらせ、湖を見ていたが、お父さん、下ろして、もう一人で歩くから、と体に世気のよみがえった感じで、手足をピンピンさせた。それはちょうど、最前、お山に登るんだと言い張って、 茨や藪の山道に求めて顔を突っ込んでいったあの幼児のたくましさからだろう私は重荷を下ろす嬉しさよりもそうした彼の幼いたくましさが嬉しくて大切に子供を下ろしてやると一郎はリスのように跳ねながらほとんど残雪も玉石もなくなってきたその小道を湖に向かい元気に駆け下りていった定本田中秀光全集録芳賀書店 1965昭和40年8月14日第一版発行。定本の親本愛の手紙やおば処房。1946昭和21年7月15日発行。初で文芸春秋別冊に。1946昭和21年5月。母職を疑った箇所を定本の親本の表記に沿って 改めました。入力、富田祥子。構成、雪森。2017年10月25日作成。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫、http コロンスラッシュスラッシュ www.auzara.gr.jp スラッシュで作られました。入力、構成。 制作にあたったのはボランティアの皆さんです。